皆様こんにちは新世界を変える100人の働き人私はお相手の池田高子です皆さんは、ま、和歌山独物カレー事件というのを覚えていらっしゃるでしょうかリアルタイムでご存知の方方は40代ぐらいですかねもう何十年前 26年前の話です。1998年7月15日和歌山市の園部という住宅地の夏祭りに出されたカレーに、えー、アヒ酸ヒソが混入されていまして67人が急性ヒソ中毒そのうち4人が亡くなるという大変な事件です。でそのその,その,部の住民であった林 私ここでは「さん」付けで言わ,言わせていただきますという方が、えー、逮捕され死刑が確定して今は再審請求を続けていらっしゃいますこの和歌山毒物カレー事件を扱ったドキュメンタリー映画ができました。 競輪で稼いだお金なのか、マージャンだったのか、保険金詐欺で得たお金だったのか、分からないんですけれども、まあ大量のお金、こんな軽いもんで、ヒ素っていうのは、そんなに苦しんでないしね、まあ、悪い言葉で言うたら、ラフシェやなと思うで救急指令本日夏祭り中食中毒食中食食毒毒を起こして、いる模様教育熱心な母親ではありました。 しかこの夫婦が、犯人、だというのはなんとなく、世間の空気になってたんですね。最初言ってたのは一回でしたって言ったんですよ。それが違いますっていうふうに言うんですね。実際には、それはヒ素が入ってないんですね、その鍋には。だヒ素が入ってない鍋を開けた程度のことを、有罪の根拠にすると。本来は、そのどれが紙コップにですね、一致するかっていうのを、ちゃんと鑑定しなきゃいけなかったのに。それを隠してですね、死刑にした。 覚悟を持った上で改めて自分の記憶と照らし合わせた時に絶対に母親がやっているとは言えない「運命というけどあるんやろか生まれた時から決まってるとかなあどう思う?」 その監督をお呼びしています。監督のに村らまさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なぜこのとテーマを取り上げようとなさったんですか。はい。えっ、ー、と、まあ和歌山カレー事件、毒物カレー事件について、まあ冤罪の可能性があるということ自体、まあまず私は知らなかった。で、えー、2019年に、えー、そういった事実があるということをまあ知り、まあただそれだけでは信じられなかったので。 ま自分なりにあのー、取材をしてまあ、調査をしてみようと思ったのが始まりです。はい、ありがとうございます。そして今日はですね、カリフォルニア在住の映画評論家町山智弘さんにズーム越しにご参加いただいています。町山さんお忙しいところ、はい、ありがとうございます。Zoom、はいえー、で失礼します。はい。いやいや本当にありがとうございます。町山さんはこの映画をどういうふうにご覧になりました。えー、はいまあ本当に。 衝撃的な内容でですね、えーまあ、特にその林真美さんを死刑、まあ、という判決をです、ね、下すに至った、えー、証拠というものがほとんど無意味なことを、えー、検証していく前半からして、ですねこれで有罪になったのかという驚きです。はい、で後半はですね えー、まあ世間がいわ,いわゆるその毒譜として扱った林真美さんが関与していたとされる、えー、保険金詐欺についてですね、えー、そのまあなんというか被害者と、えー、されている、えー、林さんの、まあ、旦那さんが出てくるんですけれども、まあ、彼の話すことはまあびっくりするような内容でですね で最後もう本当に <laughs> いいい言いづらいんですが、えー、あと驚くような展開をしましてですね、まあ本当に、えー、びっくりするような映画だと思いました。はい。そうですね。あの今二番目におっしゃったその独夫というものに仕立て上げられたとおっしゃいましたけれども、はい。メディアの問題ですよね。 そうですね、まあ、メディアがサーカスみたいに大騒ぎして、まあ、僕はアメリカにいたんですがそれでも伝わってくるぐらいですね、もう大新聞はっきり言うと朝日新聞からですね、まあ、週刊誌はもちろんテレビが徹底的に、まあ、この林真澄さんをですね、まあ、保険金目当てで、えーまあ、自分の夫とか、えー、夫の友人にヒを飲ませて、えー、保険金を、まあ、稼いでいたんだと。 いう物語とあとそこから、えーまあ、ドラマとか漫画とかまで生まれていた状態でしたからね、えー、小説もそれをモデルにして書かれたものもあったと思いました、はいえー、それがまた映画化されたりしてですねまあすごいことになっていたんですが真相、まあ、この映画の中でこれはないなということでまあ分かる部分があるんですが言いにくいですが <laughs> はい。<laughs> まあよくみんな騒いだなと日本人全体がこれだけ、えー、根拠の非常に曖昧なことと、えーまあ、実際事実でないことでこれだけ日本人全体が騒いで、えー、一人の人間を、まあ、死刑判決まで持ってったというのはねこれはとんでもない日本人全員が恥じるべきことかなと思いましたね。本当ですねで私あのこれで思い出したののは昔の ハリウッド映画の、はい、あの、I want to live、はい、私は死にたくない、はい、日本語タイトルあ,あれはあの実話の冤罪、はい、え、あ、演材の女性を元にした映画です。はい、で、はい、その女性もまあ不良少女だったということを書き立てられ、はいそ、そして子供のぬいぐるみの虎を逮捕したときに。 掲げた写真がわーっとひ、はい、あ当時ですから新聞ですね広まりまして「タイガーウーマン」と呼ばれもう毒腐に仕立て上げてられていくというこれを思いい出したんですよはいはい、あの映画は、まあまあ、その女性は実際は死刑執行されてしまったと思いますけれどもで今は本当にただ彼女が、まあ、かつて、まあ、なんというか売春などをしていたと。 いうことで、えー、実際の事件の真偽と関係なくですね、えー、悪い女だということで、えー、死刑にまでされてしまうという、まあ、ひどい状況だったんで、えー、映画の方はですね、えーまあ、彼女の非常に不幸な生い立ちとかを描きながら、えー、実際の,その死刑にされた事件そのものの方の検証が全然されてないんだということをちゃんと描いていた映画が「私は死にたくない」でしたね。 はい、そうでですねでこの和歌山毒物カレー事件の場合もですねえもういろんな人がグルになって保険金詐欺をしていたことは確か、はい、だけどこれが全部その林真美さんが一人がみんなに毒物を飲ませあの睡眠剤を飲ませて交通事故をわざと起こさせという筋書きにしているっていうところがね、はい、この映画を思い出した。あの こと、あの、理由なんですね。あの、まあ、新聞とか、週刊誌がそういう筋書きを作ってしまったということですね。はい。すみません。ちょっと私が喋っててもなんなので。あの、監督さんとちょっと話していただけますか。はい、そうしたいと思います。すいません。ごめんなさい。そうしたいと思います。はい。あ、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。え、井村監督は、まあ、あの、ちょっと、事件そのものとは別の話なんですけど、映画とか。 えー、映像作品で、えーまあ、目指しているものとかこの道に進みたいと思ったきっかけみたいなものからお聞きししてよろしいですか、はい、でですす、ね、かはそうねドキュメンタリーの、えー、をやりたいと思ったのは、はい、やはり、えーまあ、なかなか声が届かない人の声を拾ったりだとか。 世の中に、えー、伝わっていないことを、まあ、メディアの役割として、はい、まあ伝えることができればということでテレビの番組を中心にこれまで作ってきました僕は拝見してですね非常に衝撃的な映画ではあったんですけれども、うんえー、非常にそのまあ何というかリハーサルができないような、えー、状況で撮影している時にですね えー、ふとその近くにある花とかですね、えー、そういったものをその、まあ、二村監督が拾っているのが非常に特徴的だなと思ったんですね。えー、まあほ本当はああいう場面では、えー、その対象を追っかけるところに集中するというかですね、まあ 本当ワンチャンスで撮ってるところなんで言いにくいですよあの本当に取れるか取れないかっていうギリギリのワンチャンスで撮るところが何箇所かあるんですけども、その時にあのまあ、深いあのあまあ、浅いレンズだと思うんですけれども、手前の花にピンを合わせたりされている余裕があるというかですね、<laughs> うん、そのちょっと なんというか、この、まあ、醜い現実を描きながら。そこで、ふと、お花の方に。心を寄せるというところで、ちょっと感動したんです。はい。ああ。りがとうございます。ええ <laughs> <laughs>、ね、あれなんか、現場で。<の>はい。ええと、そうですね。まあ、あの、撮影部とも、まあ、コミュニケーションを取りながら、なんですけれども。はい、あの、はい、まあ、こうした題材。えしかも、まだ、林真澄さん自身は死刑囚、確定死刑囚として。 えされているままであり、はい、その冤罪の可能性みたいなことが、えーはい、まだ、まあ、世に知れ渡っていない中で、はい、こうどうしてもこう突っ込んだ取材をしていってその主張ばかりが前に出てしまうと嫌悪感を示す方もいらっしゃるだろうし受け入れられないという方もいらっしゃるというまあ中で、まあ、ある程度こう引いた目線というのは常に現場でもまあ持ちながら、はいえー、取材しようということはまあ心がけていたので、まあ、そういったものが、はい 画角とかか、えーはい、絵ににも現れていいいるんじゃないかなっていうふうには思います、うん、まあ最終的には私自身がその取材する中であの,のめり込みすぎてしまうっていう展開になるので、まあ、そんなこと、はい、言えないは言えないんですけども、はい、気持ちとしては、はい、そういう意識は持って、はい、その冤罪の可能性があるっていうこと自体が受け入れ難いことだっていうのは一般的な意見だと思うので、はい、そこは常に頭に入れながら取材を進めました。はい はい、いや本当にすごく僕あいくつかあっと思ったところがあったんですけども例えばその毒物とされたヒ素の、まあ、童貞、まあ、それが同じものであるということを、まあ、確定するえ分析をした、えー、当時の、えー、先生にインタビューをして、えー、まあそれがですね要するに。 あれですがえつまりヒ素がその林真澄さんの家にあったヒ素とそのカレーの中に入ってたヒ素が同じかどうかっていう分析をするわけですけど同じだとしてもそれで全然証拠にならないんだっていうところで、えー、もうじっくりインタビューをされていてそこでその先生か鑑定した先生自身がよく考えたら。 これ全然証拠にならないなっていうふうに自分で言っちゃうところがあそこはすごいなと思いましたね追い詰めてないですよね監督特にね追い詰めるという形ではしてないですねしてないですよねはいやはりそれも科学鑑定の使い方として <はい S 2> えまあ検察のまあ証拠の立て方でえ鑑定をまあ使っている使い方にあ問題があるというのは私は思っていて<は>いでまあ鑑定された方自身も はい、そのまあ彼自身は自分の仕事を全うしただけだっていう意識があるので逃げも隠れもせずインタビューに答えていただいたんですけども結局その薬がヒ素が林真澄の家にあったものとそのカレーの中に入ったものも同じだとしてもその薬がたくさん出回ってたから全然意味がないっていう。ちにそのの鑑定先生が やっぱりこれ全然意味ないかなみたいなことを自分で言っちゃうところが自分で考えてそういう結論に達してるんでねこれはもう本当に証拠としてはと思いましたね、うんはい、あともう一つの証拠として目撃証言があって、はい、でこの目撃証言を何というかあの、まあ、近所に住んでる人が林家の,その2人が林真澄さんとその次女さんですねが、うん 2> 2人でそのカレーを煮てるところを裏から見ててカレーのふたを開けるところを見たんだと言ってるだけなんで <laughs> まず、はい、基礎を入れてる姿を見てるわけではないというのと、はい、カレーの鍋が2つあって1つの方しか見てないとか、うん、あ,のあとその、まあ、彼女の家からどのくらい見えるのかっていうのを、えーまあ、実際にやってみせてでほとんど、まあ、見えないわけですよね。うん あのカーテンがかかってたり遠かったりするだとすごく狭い画角しか見えないのであの辺の検証はあのシドイル・ルメット監督の「12人の行かれる男」という映画を思い出したんですよ。あれはそのまあ刺す現場を見たという目撃証言をした女の人がいると。ででもあの女の人は眼鏡ネ普段かけてるんじゃないですかというところから。 その彼女の目撃証言がいかに信用を受けないかということを、えー、主人公のヘンリー・フォンダが暴いていくところがあるんですが、うん、あの1人のイかれる男を思い出したんですが、うんえー、日監督とししてはいかがでしたそうですねあの目撃証言があいまあ、曖昧なものだったということは実は裁判が行われている当初から言われていたことなんですね。 実際、はい、あのそういう内容で弁護団からもま指摘をしているんですけども、はい、あのやはり問題なのは、そういった情報が出てくる中で、はいえー、誰も改めて検証しようとしなかったっていうことがまあ一番の問題かなという思っています。要するに、まあ考えてみれば、よく,よく考えてみればまあおかしいなっていうことがわかるし、はいえー、そのことにま指摘して、えー、まあ自らま検証なり。 え何かあのコメントを出すってことはまあできたと思うんですけどもまあそういったえ検証の作用が働いていないっていうことがまあ問題かなというふうには思っています。なんであのそうですねはいこの映画の中で描いていることで全体的に言えるんですけどもそのこの裁判のあり方のおかしさ理不尽さみたいなことはえすでにもう情報としてはまあ出ているものでそれほどまあ,あのこの事件についていろいろ調べている方は。 あ、はい、それほど目新しいものではないということなんですよね。はい。はい、ただそれが、えー、きちんと世にあのこういった形で出,出てこなかったということがまあ私たちはなぜなのかなということと、はい、あのまあ今後の検証していく課題でもあるのかなというふうに思っています。はい。やっぱりそれはもうみんながもうマスコミが林真澄悪人だってことでまあ盛り上がってそれに反論するようなムードがもう作れなかった。 反応することがもうできないっていう状況になったんじゃないかと思うんですが、いかがですか、うん。そうですね。はい。それこそまあ私が取材していく中で、まあ現場現場でこの事件について取材しているまあ記者であったり、まあテレビのディレクターなんかとも、えー、知り合うようになって、実際にまあ雑談のような形で聞いていると、やはり冤罪の可能性が高いんじゃないかということは、はい、あの言うんですよね。ただそれが、はい、え表に出せない。えー、はい。 まあ新聞社だったり、まあ、局を背負ってそういった、はいえー、情報を出すことはできないっていうことで現場の方たちも、まあ、じくじたる思いをしているっていうのは実際に聞いてきたのでまあこの映画が一つの宣伝、はい、となって何か言いやすくなればいいかなというのは一つ思っています。はい、もうみんながその こっちの方向に行っちゃうと全員がこっちの方向でちょっと違うんじゃないかってことが言えなくなっちゃうってうのはすごく怖いなぁと思いました町山さんありがとうございます町山さんのお話を聞いていて、はい、この事件そのものに限らずなんかこう大きな大きなこの日本の社会が抱えている司法の問題であるとかあのメディアの問題であるとかあの。 なんかこうに思いますあの後半はあの林真澄さんの夫である林賢二さんが登場するんですが、はい、まあ正直言って非常にモラルが何ていうか理解しにくいモラルを持った人なので言ってることを聞いてるととんでもない話をするわけですね。えー、っていうか 人を傷つけるっていう方向でほとんでもないんじゃなくて全然自分自身がのい命もあんまり重く考えてない人なので理解しがたいところがあるわけですけれどもあのー、そ彼の話を聞いてるときって驚きの連続だったっていうのは <laughs> まあ間違いないんですけども。はい えとただあ,のあそこで語られてる話っていうのは、まあ、いろんな記者さんだったり、はい、えと取材に来た方に、はい、まあ毎回同じような話をすするんですよね僕に対してもあの、まあ、インタビューの中でも繰り返しお願いしたことはありますが、えー、何度か同じような話をしてもらいました。はい、で、えーとまあ、その中で彼の中ではブレがないんですよね。はい、彼のの記憶の中で、えー まあその都度まあいろんなこ,ここはどうだったのかあそこはどうだったのかっていうことを、はい、まあ問うていくんですけども、まあ、その都度矛盾する部分はなくてまああの映画でちょっと一番何ていうかすごいところがあの,あの彼の話なんであ,のあんまりこうネタバレしないようにしたいんですが、えー、その中で。 えーまあ、取材の中で後半でですね衝撃的な、えーまあ、警察との取引が出てくるんですけれども取り引きに対関する証言が、はいえー、あれはどうなんでしょうあれは初めてではないんですか語ってる内容としては初めてではないですねはあはい、ああいったことを持ちかけられたということはすで、はい、に話していますし裁判の中でも証言されています。はいうん ただそれはあの、まあ、妻をかばうための虚偽であるということで、えー、切り捨てられているんですけれども。はい、で、えーまあ、け警察官も検察官も両方ともですね後半で出てくるわけですけれどもそあ,のあ,あそこのところはもう最終的に監督自身が出てきちゃうわけですけれども、えー、どの辺の判断でもうこれは。 本人たたちにに行くししかなないっって形になったんででょうそうそすね、えー、やはりまあ調べればべ調べるほど、えーまあ、判決に対して、えー、もしくは検察の主張に対して、まあ、疑問が浮かんでくるんですけどでそのまあ向かう先っていうのが、まあ、なかなかなくて、えー、イコール、まあ、決定的な何か証拠が出てくるわけでもないんですよね新しい証拠が。はいはい そんな中で、やはり、えー、当時捜査に関わってきた人たちであったり、えー、裁判の判決を下した方たちに、まあ、直接聞くっていうのは、はい、えー、まあ、この取材を始めた段階から、はいえー、想定していたことではありました。うん、で、加えてあり、あの、まあ、こういった取材になると、まあ、検察官であったりとか、まあ、裁判所というのは、はい、あの、あまりこう、まあ、触れにくいというか、はい、あの、えー。 まあ裁判官なんかは特にまあ答えないというのは分かっているんですがただそのまあこちらが取材して何か当てようとしているというアクションを見せることでえこうアンタッチャブルではないんだというかあのこちらもちゃんと見ているんだよということを少なくとも伝えたいなというふうに思ったんですよね。答えてくれないというまあ,ある程度想像ではできるんですけどもまあ答えてくれればもちろんいいんですがただ検事さんの方からそういう、え。ー 強,述を強制されるような話があったということを聞いた以上、うん、それをまあ当ててその反応を見るなり、うん、少なくともそれについて疑問がありますということを、うん、本人にに伝えるる必要はあるなといいう,ふうには思っています、はいはいえー、現在あの先ほども話があったんですけれども、えー、日本の司法、まあ、け特に検察が全く機能しない状況になりつつありまして。 えーまあ、最近だと自民党の裏金問題はもう全部金額まではっきり出ているにもかかわらず全員不起訴だったり、えーまあ、あの安倍総理に非常に近しいところにいたジャーナリストの強姦事件に関しても、えー、民事で有罪だけど刑事では無罪だったりするわけで無罪とか不起訴だったりするわけですけども,もう国民の、まあ、検察とか司法に対する、えー、信頼度ってのはもう本当に今落ちて。 最低なな状態になってるとは思うんですねでその際にそういったものについてその直接彼らは要するに今まで守られてきて、えー、何をやっても全然、えー、追求されてなかったんですけども、えーまあ、それがそういうことを呼んでしまったんじゃないかなと思いましてで監督が彼らの家まで行っちゃうというのはねいやもうお前らそうやって、ね、安全地帯にいられないぞっていう気がしましたね。 はい、ありがとうございました。松山さん、はい、最後にあのこの映画を見ようかなって思った方に一言お願いいたします。はい、えー、もう先ほども言ったんですけれども、えー、まあ、とにかく面白い映画です。はい、えー、まあドキュメンタリーっていうとまあ堅苦しいと思う人も多いと思うんですけれども、えー、ましてや冤罪という問題でね、えー、この映画はまず もう人がな何人も亡くなってる事件ではあるんですけれどもいやこれだけ報道されてきたものなのにこれをちゃんとやらなかったんだなとこれを何で今まで日本のマスコミはあれだけこの事件を追っかけてきたのにちゃんとやらなかったのか、ね、っていうことですね。本当に全くそのまああれですけども後,後半が 非常にすごい展開になってくるんです。がマイケルモア監督とかお好きですか。あ,あ、えっ、ー、と、す、まあ、きか嫌いかではそ、それほど好きではないんですけども。はい。はい、あの、はい。方法論として、本人に直接行くっていうこと、ね。あ、そうですね。はい。はい。<laughs> で、その突撃する監督自身の姿を映像にさらすっていうのも。 マイケル・ホワーっぽいですよね。そうですね。彼が始めたものなんでね、カメラの前に出ちゃうっていう監督はい。松山さん、あの TBS ラジオが始まっちゃうので、もっとお話聞きたいすので、今日はありがとうございました。あの本当に面白かったので、もう皆さんお客、お客ね、本当に集まるといいと思いますし、まあ今後の展開もいろいろと考えさせられる映画なんで、今後ともあの本当頑張ってください。はい。 ありがとうございました。はい。いや、松山さんの、あの分析、見方、いかがでした。いや、さすがですね。さすがね、本当、はい、ね。あの、十二人の怒られる男たち。の、目撃の、うん、あの、怪しさ。それから、うん、マイケルムーアースタイル。っていうので。でも、仁村監督は、あんまり、マイケルムーアー。大好きってわけでもないんだ。っていう でも若い監督たちがご自分の姿をさらす、はい、取材する姿をさらすっていうのは、うん、やっぱり最近そういう傾向ありますすよねそうです、ね、はいまあ、私も、まあ、もちろん物理的にさらすかどうかは別にしてもやはりこう主張をまあ前面に出すっていうことは必要だと思ってるんですけどものあさっきあちらっとお伺いしましたけれどこの事件を知って、うん、へえと思って。 こう入っていったっておっしゃいましたけど、監督はこの長編映画を作る前に、YouTube でディグ TV というので、もう何本ですか、十何本この事件についてあの作っていらっしゃいます。はい。あれもう十五本ぐらいですか？えっと十一本ぐらいですかね。内容があるものとしてははい。はい。で、あのそうやって YouTube でも発信し。 そして今回これを長編ドキュメンタリー映画にしようと思われたのはどういういことですか、うんはい、その YouTube を始めた時には、うん、まあこの事件が本当に冤罪かどうかってことは、まあ、分からないままで、えーまあ、それを確かめるために取材をしようというふうに思ったんです。なんでその時点では、えー、これが冤罪なのかそうじゃないのかでそうじゃなければそうじゃないという結論でもまあいいと思ったし。 えーまあ、とにかくできる限りの取材をしようというふうに、まあ、思いましたで、はい、そういった内容を順次、えー、公開していったのがあ YouTube での、えー、配信になるんですけどもである程度取材が進んでいく中で、えー、少なくともこのの事件においいてて判決の認定が、えー、誤っている、えーうん、少なくともうんこう、まあ、理不尽な判決であったりとか えー、事実にまあ誤認があるということが分かってきたのでその段階で、えーまあ、YouTube の配信ではなく、まあ、もっと広い、えー、方に見てもらえるような形にしたいなというふうに思っていたんですよね。どうしても伝えたいものという気持ちがもうあの、えー、高まってきてそれでこの映画う、ね、あの作品になったっていうことですね。改めて考えるとこの、えー 和歌山毒物加齢事件というのは自白何しろその真澄さんと夫の賢治さん二人とも捕まるんですが賢治、はい、さんは保険金詐欺などで6年の,あの判決を受けてであの服役されてもあの社会復帰なさっていますけれども。 林真美さんご夫婦で逮捕されるんですけれども、はい、このご夫婦ともたったの 1, 1回もと検察の取り調べ調書にサインしていないっていう、はい、これはちょっとすごいことではないですかみんんなサインしちゃうんですねそうですねそしてあのさっき町山さんもおっしゃっていたけどブレがあっ監督がおっしゃってた「ブレがない」はい。 はい、でこの映画の,あ、まあ、あの中心人物の一人であるご長男ご長男もブレがない、はい、という感じですよね。そうですねなのに家族だからということでその証言はほとんどあの判決に取り上げられない、はい、ということであの推移してしまっています。はい、まず自白なし、はい ここれ一貫している、はいるということうですねそれからさっき町山さんもあのおっしゃっていましたけれども物証とされるのがあ,のあれですよねヒ素。はい、でそれを大きな大きな何て言うんですかこう電子をぐるぐる回してスプリングエイトという大型放射光施設という兵庫県にある。ここであの電子を こう高速に近いスピードにしてそれを物質に当てて分析するとい、はい、これをやりましたでこれが出来上がったのがね事件の1年前んそうですね1997年なんですよねでここが、えー、取り扱う世間的に大きな話題となったものとしてこの和歌山特物カレー事件があった。はい、そしてここでその カレー鍋のヒ素、それからそれが入っていたとされる紙コップのヒ素で林家の台所の下にあったというプラスチックに微量にくっついていたヒ素などここで分析すると全部中国から輸入したドラム缶由来であるということが判明するんですね。でそれをあのある 孔明な先生がこう判明したと、はい、証明で必要十分条件って言うじゃないですか、はい、でこれがあのもしも林増美さんが犯人であればそれを裏打ちする必要条件にはなる、はい、他にもいっぱいあるんだからでも十分条件ではないということが見落とされていると思うんですよね、はい そうですねまあ、捜査をする中で、えー、秘書を持っていたのは、えー、林家でありその林家のまあ、親族宅にも置いてあった秘書があるんですけどもまあ、そういったものしか調べていないということですねでただ現実には、えー、和歌山県は特にまシロアリの被害が大きい地域であるのでそういったシロアリを駆除するために えー、アヒさんを使っていたという事実があり、えー、そのまあ事件からもっと昔なんですけども、えー、頻繁に輸入されていてドラム缶で月に何缶も輸入され、えー、その地域で使われていたっていう実態がありますのでそういった実態を無視して、えー、このアヒさんが存在していたのは 林家関連のものしかないんだということを捜査で絞り込んで、えー、鑑定されたわけですけどもあのおっしゃる通り、えー、それだけでは本当に林真澄さんの家にあったものと、まあ、同一だとされたとしても。えー 何の証明にもなっていないってことが、必要十分な証明にはなっていないんですよね。すねあの私実は母方が和歌山なんですけれど、はい、昔はあの農協とか薬局にね、はい、ハンコを持っていけば、はい、普通の人でも買えたので、ナヤ、はい、とかにねの怖い話ですけれども、うん、あったりしました。はい。だからそういうことがあの背景にあると。はい。そしてそのえっと化学分析ね。 これあのすごいなって思いますけれどもね何千億円でしたっけあのかけて作ったもので、はい、そして稼働し,し始めた時に、うん、っていうとね DNA 鑑定問題になりました、うん、DNA 鑑定で犯人と同定されたということで冤罪の,あの足利事件、はい、それから同じ DNA 鑑定あで定あで もう死刑になってしまった飯塚事件、はい、あれもあの DNA の判定の,あのやり方が導入されてすぐだったんですね。うん、で私たち普通の人たちはこんなすごい国の、うん、科学の力でここまで証明できるのだというので恐れ入りましたとなっちゃったわけですよ。うん、ででももも後からあああれれが非常にずさんなものののったと、うん、でこれもこのすごいあ 施設の分析っていうので、うんはい、それならばと思ったんだけれども。そうでもなかったということで、今科学者の間で論争が巻き起こったそうですね。そうですね。その二人が出て。うん、はい。あの当時行われた分析結果を、え、まあ、別の、えー。科学者の方が、まあ、見てみると。まあ、ちょっとおかしいんじゃないかなっていう部分が、あの、まあ、見られたので。 でその必要十分についてはさっき町山さんがおっしゃってたようにね、うん、あのその科学者のお一人が <laughs> 認めちゃったっていう、うん、ですからね科学者がなんかこうチートなこうなんか小ずるいことをしたとか捏造したとかそういう話ではないっていうのが怖いですよね。そそうでですね、はいまあ、やはりのの段階で、まあ、そこに、まあしるえー、林家関連の 阿久さんというところに絞り込んだのはあのまあ検察でありまあ捜査の方針であるので、えー、まあまずそこが大きくまあ間違っていたんじゃないかなというふうに思っています。そうですね。そし自白なしと物証もなしと言っていいよな、はい、なしだっていうあことが言えたりする。はい、そしてもう一つが動機です。はい。あのなるほどと思ったんですが。 確かにこうグルになってあのヒスを使って保険金詐欺をしていたそんなふうに道徳観念がもう行かれちゃっている女だから無差別集団あの殺傷も起こすんだというのが検察やなんかの裁判所のストーリーですよね,当初ですね。あの 初公判の時に検察が主張したのは、えー、そのカレーが作られているガレージで、えーまあ、近所の主婦たちがあの、まあ、いてでそこに林真澄さんがやってきた時に近所の主婦たちが林真澄さんの、えー、噂話をしてたと。で、まあ、そういったものを聞,聞こえたかもしれない、えー、林真澄さんがそのガレージにやってきた時にその場で。えー まあ微妙な空気が流れたというか、はい。で、そういった主婦たちの態度に、えー、激怒したで、その激怒したまあ払いせにカレ、えー華麗に競いたんじゃないかっていうのが一番最初、えー、初後半の時の検察の冒頭陳述での主張だったんです。で、それをあのまあ当然そのことは、えー、一つの動機として、えー、新聞報道でも、えー、翌日の ニュース、えー、トップ一面に出るんですねあの激高したと、はい、でそれが動機だというような形で報道されていたんですけども実際私が取材を始めてその地域の、えー、そのガレージの中にいた主婦に話を聞くと、うん、そんな様子はなかったとあ<ら>激高した様子は全く見られず普段通りの会話をして、えー、いた林真澄さんが激高したというふうには思っていないし 実際その初公判の時に、えー、動機はそこで起こった、まあ、激高したことによるものだって聞いた時にその主婦は驚いたっていうんですよねだら知らなかった本人そこにいた主婦たちも知らないことを動機として、えー、検察が語っていた、まあ、それを聞いた時に、えーまあ、そういう裏付けもないまま えー、動機を、まあ、それで立証しようとする、まあ、検察の姿勢にも、まあ、すごく疑問を抱いたというのが私の中ではありました、当時。林真澄さんというあの方は、ま、あの林健二さんもそうですけれどもとても感情豊かで、はい、表現がこう豊かな方々です。うんであの 2人で大喧嘩したりとかもしたんだっていうようなどっかに書いてありましたけれどもあのすごくお金に執着するだから保険金詐欺などにも手を出すでも、えー、ご長男が言ってたんですかね損得、えー、で動く,動くけれども、えー、何の得にもならないあの無差別殺戮をするはずがないとあっ賢治さんがおっしゃってたのかな。 私それとってもねあの説得力があると思いました保険金詐欺をするような人だからこういうこともするんだじゃなくて詐欺をするような人だからこそするはずがない生活うまくいってたんだから何の得になるのっていうのがねすごくしっくりきましたね。最後にそのののメディアの問題、はい、えっとこの と大スクープをあの飛ばした朝日新聞の記者さんは何、はい、か賞をいただくんですねでその方にも当たってらっしゃいます、はい、で今冤罪という声が上がっているこの事件について検証なさいませんかとそこまで踏み込んでねよく監督そ,そこまで踏み込まれると思いますけどあのインタビューのお気持ちはやっぱりちょっと踏み込んでるなって思った。<laughs> そそそういうううい印象だったでですすねねやはり、まあ、当時あれだけ、まあ、本当に8月25日にあの報道が出たことで一気に林真澄さんえ林家が怪しいんじゃないかということで、えー、まあこう空気が変わっていったっていうことがあったので。うんえー まあその責任というわけではないですけどもまあそういったものをどういうふうに振り返っているのか今、ね、で,、はいでまあ、その報道に対してまあ自分としては何も後ろめたいことはないしえ間違っていないんだということであればあのそれはあの意見としては分かるんですがまあ一方でえまあ冤罪の可能性があるということをまあご存知だということをおっしゃっていたのでまあそれであればあのまあ私は立場としては 事件当時はは取材はしていなかったのでその当時現場でどんなことが起こっていなかっていうのは後からその記事等を見ることでしか振り返れないんですけども多分当時現場に行ってらっしゃった記者さんなんかは、えー、もっといろんなもっとこう深い情報だったり直接的に当時林真美さんだったり健さんだったりから聞いたお話があると思うのでそういったものをもっと総合して、えー、この事件について判断できると思うんですよね。という意味も込めて。 えー、当時を知る方たちが改めてこの事件を検証するということはまた違う意味があるというふうに思っているのでなるほど、ね、ここはまあその、えー、とやり取りは本作で見ていただくとして私はあれを見ていてあのついこの間あの公開された「飯塚事件」を扱った「正義の行方」というドキュメンタリーです。 あれのすごいなぁと思ったのはあれでスクープを飛ばした西日本新聞の記者さんがね今は偉くなって会社の中でであれは本当に自分の報道は正しかったのかというので若手に頼んで検証の長いあの連載をしてもらうんですね。 そんななのんでやるんだってこうあの重役会議みたいなところで言われるとそれのこう盾になる役をその昔取材した記者さんがやるっていうねかっこいいなと思ったんですがこのここに出てくる最初にこの和歌山毒物カレー事件でスクープ飛ばした記者さんの態度はそれとは違うんです。この落差ね ちょっと絶望いたしました。私は。で、もうメディアスクラムという言葉がこう。あの人口に感謝したのもこの事件です。うん、大変なことでした。ですからね。これもね。あの検証今するっていうのはね。私はとっても、うん、あの？意味のあることだなっていうふうに思っています。はい、で、あのちょっと。 作品そのものについて伺いますが、はい、ノーーナレシそうですねまあな、まあ、単純にナレーション入れなくても成立するというふうに思ったこともありますし、えー、私が今回取材してインタビューしている方たちの言葉がすごく、えー、説得力があったり。 聞いてもらうだけで理解できるというふうに思ったので、まあナレーションは入れないという選択をしました。いやこれだけ騒がれた大きな事件なので、はい、たくさんのあの文字情報もあると思うし、はい、あの判決文とかね読み込んでいらっしゃるから、もうこうい文字入れたいっていう気持ちもあると思うけど、<laughs> 本当にあの禁欲的にあの少しだけ。 文字の画面が入るというのでね、はい、ナレーションもなく、はい、で代わりに林昌美さんの、うん、あの手紙が何箇所かで短く読まれます。あれがやっぱりこう胸に刺さりますね。うん、あのご長男はご自分の X であのお母様の手紙をね、こう,うん、うん、あの公表したりしていらっしゃいますし、はい、お母様の 真澄さんの手紙は本になっていますしご長男もあの本を出して「もう逃げない、うんねあの」発信なさっていますインタビューした人の言葉で成り立つ映画の作品として成り立つ、うん、でいろんな人にでもねあのえインタビューしようとして断られず。はい <laughs> あれもすごかった <laughs> そして一線を越えてしまうというところまでいっちゃうんですけれどもあのそういうのも含めてですねものすごくあの説得力があるし今の今これを作らなきゃいけないと監督が思われたっていうのがねよく伝わってきました、うん。ささっき町山さんにもも伺いましたけれどもね、はい、この映画で監督は 何を伝えたかったか、もうこれ,それは言ってもらっいただいてもいますけれども、この映画をあの見る方に伝えたいことがあったらお願いできますでしょうか。はいはい、やはりこの事件はまずこうまあメディアが先行して、はい、人々のまあイメージあの強いイメージが先行している事件だと思います。その、えー、林正美イコールまあ独夫みたいなイメージが、えー、この事件を まあ誘導したというかというふうに思っているのでまずはそのイメージを取り払っていただいてでその上で実際に何が起きたのかでどんな判決が下されているのかということを、えー、見直してもらいたいなというふうに思っています。はい、そうですすねあのこののさんを支援する会青空の会、はい の方々が凱旋をねねなさってるんです、ね、あの月1回です月回すかそうです、ね、あのその時に足を止めた方が「だって真澄がやったの決まってないか」って言ったら、うん、でも話しているうちにその方が「頑張れや」とか言ってあの遠ざかるで「ええー、人や」とか言ってねそういう感じで自分はあ、えー、っと彼女がやったと思ってるけどマンタラも頑張れやみたいなねそれって 最高だなって思いましたそういう反応でもねいいですからぜひ多くの人に見ていただきたい、はい、そのメディアが作ったその林真美像というのに、はい、こう支配されたまま一人の人が死刑になろうとしているでも冤罪かもしれないという声はいっぱいあって。うん、そそのの時にその、はい それを盛り上げたメディアメディアによってこう炊き立てられた社会の一員としても責任全くないとは言えないんですね、はい、私たち一人一人誰一人ですからそういう方々に見てご自分で考えていただきたいですねそうですねまあいろんなことを伺いたいんですけれどもとにかく見ていただきたいと思います ちょっと言葉を選んで申し上げますが無実と無罪は違うんですよね。無罪というのは裁判の司法の中で使う言葉です。で「有罪ということを検察は証明する義務があります」。検察が有罪ということを証明できなければ それはは有罪になならないんですね。で、この和歌山毒物カレー事件にしろ多くの冤罪事件はこの検察のが義務をきちっと果たしているかということそれをに目を光らせるのは私たちであるということです。どうか皆さんもう一回この一昔二昔前に世間を大騒がせした。 事件を今振り返るとっても意味のあることだと思います監督あのたくさんの方々に見ていただけるといいと私も思っています、はい、今日はお忙しいところありがとうございました、はい、ありがとうございましたここまでご覧になってありがとうございました、うん、私どもデモクラシータイムスは皆様の間歯のみで運営しておりますこれからもデモクラシータイムスをよろしくお願いいたします thank you